こんばんは、ピヌさんです。バイオハザード7をやります。よろしくお願いします。ゲームパスでの配信が5月末で終わるということなので、まあ、終わるまでに、ちょっとぐらいはプレイしておこうかなと思ってね、ダウンロードしました。早速プレイしていきます。なお、カジュアルで進めます。なんとなくね、ストーリーとかを、知りたいなと思ったので。イーサン元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。この子守みたいな仕事を終わらせて。早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃね。イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで。こういうスタートなんだ。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ。大丈夫だ。話があって、ミアがまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか？どうやって？何があった？詳しいことはわからない。わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも、迎えに来てくれと。彼女はどこに？ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたいんだ。まあ確かに5年前にこのグラフィックはちょっと度肝抜かれるだろうな。なんか雰囲気がいい。めちゃくちゃ綺麗なわけでもないとは思うんだけど、このちょっとにじむ感じとかが、逆にリアルはリアルね。ああ、そうなんだよね。一人称なんだよね。いけないですね。いやー、もうベイカー一家に会いに行くんでしょう。怖っ。おぉ。びっくりしたな。そうか、この虫とかも結構厄介になってたよね。なんとなくそういう印象あります。スタート、一応あるな。あ、なるほど。ほんほんほん、ミアを探す。あ、これね、現在の目的ね。いや、いいね。いいよ。開かない。どっから来たっけ？こっちから来たか。でも開かないでしょ？どっか回り込めるところをあれば。誰かいたようだ、いなかったような。走る。回り込めますね。
スーアゲーターズ、ルイジアナのゴーストハウス潜入取材企画書、ようこそ。取材クルーが来たんだけど帰ってこなかったみたいな示唆ですね。恵みを受け入れろ。まあ、かなり荒廃してるというか、でも定期的に人は来てますね。道があるということは。うわー、人いるー。おじさん、ベーカーおじさん、ん？沼か。お？牛かな？しゃがむ。あ、こっち行くのか。こっちは？あ、いけないのか。おお、びっくりした。あれ、基本そもそも一本道かな。しゃがむって言っても、普通はここ通らないでしょうね。立つ。こっから入っていくのか。もう廃墟だ。しっかり。うわ、動くんだ、ぶつかると。へえ、面白い。入れますね。電気が来てるぞ。お邪魔します。ん、こっから来た。おお、なんかいいね。リアル感あるわ。使用するアイテム。ああ、なるほど、そういうこともあるんだ。また来ないといけないんだ。ああ、ここであれか、食事を取る場所か。一応ね、グロテスクバージョンと通常バージョン選べたんだけど、まあ、YouTube 的なことも考えて通常版にしました。おお。なんだ、畜生！ん？うわぁ、なんだこれ。あ、カラス。うわぁ、気持ちいい。おぉ、気持ち悪い。いやぁ、気持ち悪いですね。ルイジアナ南部で相次ぐ失踪。2年間で20人以上も？そんなに？開かないんだ。鍵か。
おお、2階に行ける。ん、何にもないか。へえ、すごいな。開かないというか、いけないんだ。ん？あ、なんだ、印がなくても押せば開くのか。あー、テレビついてるな。でもそろそろベーカー親父出てくるんじゃないの？うん。使用するアイテムって何なんだろうな。これもあれだね。あ、シューズ。電気の。そうなの。地下牢。ああ、ベーカー一家。なるほどね。結構戻ってこないといけないな。そうなんだ。大変だね。綺麗な一本道ではないんだ。うん、怪しい。押したくなるな。あ、電気かな。ああ、セーブだ。セーブが来たー。はい。お、ビデオテープ。アイテムスロット。あ、そういうこと。ビデオを手がかりにするか。あとは？あ、そうだね。こいつ大丈夫か？心配するな、ピート。いいか、素人なんかいらないんだ。ヘマするなよ。あまりロン二の前はごめんだ。ちゃんと音を拾え。2年も前の話だろ。アテレコはしない。こんなやつ、あ、認めないぞ。カメラマンとして自分が動くんだ。お前を首にできるんだぞ。確認だ。屋敷内を一通り映して導入シーンを撮る。いつも通りだろ。なあ、今度こそタイトルちゃんと言ってくれよ。心配するな。今宵のスーワゲーターズはクソったれゴミ屋敷の情報満載。どうだ？最高だ。待ってるか。よし、行くぞ。
ちょっとどいて。しまって。先どうぞ。で、なんでボロ屋なんかに？資料読めよ。必要ない。ただの幽霊屋敷だろ。子供騙しだ。なんで俺がキャスターだったんだぞ。週末の代理だろ。メインじゃない。なんだ？別に。今度のシナリオは？廃墟の農家に消えた家族、怪しい事件の匂い。お決まりさ。この家はいつから廃墟だって？3年前だ。倉吉、これ取ってくれ。つなぎの絵になる。つまり田舎者一家が謎の失踪か。田舎者じゃない、ベイカー家だ。ジャックとマーガレット夫妻、静かに暮らしてたようだけど、息子のルーカスは悪い噂が多い不良だったらしいな。ああ、なんだよ、いい靴なんて履いてくるんじゃなかったよ。これひでえな、病気になっちまう。けどまあいい背景が取れそうだ。アンドレ、どう思う？アンドレ、あれもう行っちゃったか。アンドレ、多分いなくなったんでしょ。アンドレ見たか？どこ行った？ったく何考えてんだあの野郎。あいつとは二度と仕事しないぞ。プロデューサーはいくらでも買いが利くんだ。カメラマンのお前と違ってな。ちゃんとついてこい。なんだ今の、聞いたか？アンドレ、どこ行った？アンドレ、どこにいるんだ？あれ？消えちゃった？違うな。あー。なんだこれ。マジで勘弁してくれよ。どこどこ？よし、こうしよう。アンドレを見つけてさっさと帰るぞ。番組はもういい。降りてこないな。見えるか？なんだ？あ、来ないの？彼来ないのか。なんだ？なんでしょうね。おお。マジかよ。主人公も行かなきゃいいのにね。
うわ、水の中？マジ？これは嫌だな。よく進めるよね。浮いてるな。すげえ。開かない？トイレだ。なんだろう。あ、なんか死亡者リストみたいな感じか。点火死亡、点火点火。ああ、なるほどね。ミアはまだわかんないんだ。チェーンカッター、あとはないですかね。おー、手術室だ。いやー、気持ち悪いね。行き止まりか。どっから来たっけ？迷った。ミア。ん？ミアいる？おう。ミア、見つかってよかった。俺だ、イーサンだ。イーサン、イーサン。大丈夫か？どうしてここにいるの？どういうことだ？君が呼んだんだろう。違う、私じゃない。私が、誰にも見られてない。あいつには。あいつ、他に誰かいるのか？一体何があった？あいつが来る。早く逃げないと。今すぐ逃げるの、早く。どこに行く気だ？安全な場所よ。どういうことか説明してくれ。君は3年も行方不明だった。3年も？もうそんなに経ってしまったの？ミアは追い越せないんだ。どうした？なんだこの場所は？何をされた？後にして、まずはここから出ないと。確かこっちのはずよ。
うん、やっぱ追い越せないわ。ミア、説明してくれ。君からのメッセージで。私じゃない。私は知らない。呼んだだろう。呼んでないわ。それじゃ、ちゃんと話してくれ。私が知ってることはもう全部話したわ。こっちへ行きましょう。ミア、そっちで会ってるのか。あの一家が食事を運んできたから覚えてるの。こんな狭いとこ通るんだ。ここよ、ここだわ。ここよ。この部屋覚えてる。ドアがあったはずよ。間違いないわ。ドアがない。なくなってる、なくなってるわ。あなたが来てくれたから家族になれるわ。うん、ここにドアがあったの、信じて。おお、これじゃないの。あ、いた。このゲーム酔うな。ちょっと次のセーブまで進めますか。ミア。おう。何も入ってない。電話。うん、でも繋がってる。うん、回復薬。ああ、ってことはそろそろ戦闘が始まるんだ。はいはい。どこ？右側だ。おお、廃屋の見取り図。お、マップが出てきた。あ、マップ出てくると分かりやすいな。音消えた。あれ、でもこっから来たよね。お、抵抗する。わあ。ミア、待て。よし。ああ、痛い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 。
て。私を一人にして。私が悪いの。当然の罰よ。ミア、なんでこんな。回復薬を使おう。ああ、そういうことか。これミアどうすんの？置いてくの？おお。私に構うな。また。止まれ。どこ行った？いたいた。泥試合。ここに来るんじゃなかったね。誰だ？一体何が起きてるんだ？私はゾイ。屋根裏から逃げられるよ。屋根裏？今すぐ行って。早く。どこが開いたんだろう。開かない。屋根裏？開いたね。ほうほう、キッチンに何かあるな。よっ。ミアはいなくなってるか。ミア。おお。まあ、キッチン行ってみようか。お、また写真だ。シューズだ。いいね。オッケー。ん。これ酔うな。俺ダメだな。酔い止め買ってこないとダメだ。はい。安心して、大丈夫私よ。傷つけるつもりはなかったんでしょ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。唐突。抜けないんかこれ。痛いだろうな、でもこれ。今どんな気分か教えてよ。私の仕事なんだ。この感染を抑え
える。終わらせる約束。全部一つ残らせもやってやる。これ回復薬バンバン使っていっていいんだろうか。まあいいか。リスタート。あ、これが防御？おーおーおお。ああ、セーブ来たな。どうしよっかな。まあ、ここで今日は終わるか。はい、ということで、バイオハザード7でした。もう、お腹いっぱいです。